どうぞ、今年の新酒です。お二人ともこの銘柄が好きでしたよね。あんなことがあって今年はダメかと諦めていたのですが、どうしてなかなか。人というのはたくましいものですね。あの災厄にもかかわらず蔵を守り抜いたのですから。あれ、奥義さん。いや、もう来てたのかい。来てたのかい。おや、皆さん揃ってどうしてここに。お前さんと一緒さ、めでたい日だ。一緒に祝いたいじゃない。そうだろう。ええ、そうですね。お久しぶりです、兄上。祭り事が忙しく、なかなか参りに来ることができなくて、すみません。こちらの方は心配いりません。お一人の旦那、マルロ。そっちで、ことはハムルで楽しくやってるか。こっちはまあ、ぼちぼちってとこだ。あの姫様たち、ずいぶんと立派になったぜ。あんなことがあったってのに、民が飢えずにやっていけるのは、姫様たちが頑張ってくれているおかげじゃない。旦那たちの献身が実を結んだんだ。誇ってくんな。兄上、お知らせしたいことがあります。この度、私はおじい様の後を継いで、正式に王路となり、シナノンと婚約するぞ。えぇ、シナノンちゃん？違うのか？もしかしてシナノンのこと遊びだったのか？いや遊びも何も。さあ、しんみりした話はここまでにして乾杯と行こうぜ。奥義、温度は任せた。僕がですか？そうですね。では、ヤマタの繁栄を願って、乾杯。乾杯。はい。久しぶりだな、旦那。飲め、駆けつけ三杯だ。今頃、ハクさんはどうしているのでしょうね。あの旦那のことだ。案外、ここに来ているかもな。おお、いい飲みっぷりだな。遠慮するな、まだまだあるからな。いや、冗談さ。久しいの。あれからずっと引きこもっていたと聞いておったが、やっと穴蔵から出てきたようじゃな。そちらはずっと泣き暮らしていたそうではないか。あたりはばかることなく突然泣き出す帝と、海を越えて伝わってきたぞ。斧が半身を失ったのじゃ、悲嘆に暮れて当然。何を恥じらうことがある。それに泣き暮らしたとて、世は立ち止まりはしなかった。歯を食いしばり、民を導いてきた。長らく引きこもっていたそなたと違ってな。あのまま表に出てこなければ見限っていたところじゃぞ。嘆く暇があるとは優雅なことだ。王位継承で嘆く暇すらなかった我としては羨ましい限りだな。断じて引きこもっていたのではない。なんともずうずうしい妹ができたものだ。だがここは姉として寛大な心で。何を言っている。それはこちらのセリフだ。どうやら白黒はっきりさせた方が良いようだ。ふん、泣いても許してやらんぞ。ふんぬぅぅぐん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 。お久しぶりです、フミリレ様。お元気そうで何よりです。ルルちゃんもおかわりなさそうで。今度は皆さんとトゥスクルへ遊びにいらしてください。
精一杯おもてなしさせていただきますね。はい、ぜひ。まあよい。今となっては世に辛辣な物言いができるのもそなたくらいじゃからな。笑って許してやらんとな。それはこちらのセリフだ。ふふん。それじゃあ始めよっか。うむ、始めるとしよう。今日この良き日、御神の御前にて申し上げます。御神ウィザルネミテアよ、御美大火やんよ。我らの選択を祝福したまわんことを、我らを正しき道へと導きたまわんことを。トゥスクルガ御事、天使クーン、ご出座である。ヤマトが帝、天使アンジュ、ご出座である。我がトゥスクルの民よ、我がヤマトの民よ、皆は長きにわたる戦乱の日々を、恐ろしき災いの日々を覚えていよう。苦難の時、あまたの試練に見舞われたが、我らは大いなる白き者の導きで前へと進むことができた。そして今ここにたどり着いた。愛争った我らもついには矛を収め、共に並び立つことができたのだ。これは束の間の奇跡ではない。我らが民よ、手を取り合う時が来たのだ。目を背けることもあろう、いがみ合うこともあろう、だがそれでも我らは共に歩むことをここに誓う。それが我らを導きし者の願いであり、我らの望みだからだ。その証を万人に知らしめすため、我らはかの者の名を受け継ぐ。いにしえより歌われし者、白きオーロの名を。さあ皆の者よ、聞くがよい。その名にかけて我らは宣言する。テスクルのヤマトの常久なる和平が今ここになったことを、白オロの名において。わー、ここまで来られたのじゃ。これが始まりかな。どこかで見てくれているかな。きっとね、きっとどこかで。正常政務のお時間です。うむ、そうか。こちらとなります。早急な採決をお頼みします。そこに置いておくがよい。正常、正午からはおしょろ大橋建設の慰問を。うむ、わかった。ベナウィ様、これは式神ですか。そうですか、志高く成長なされたと心震えていたんですが。そうですか、逃げたのですか。これは上薬がいまいちか。うん、こっちのはうまく焼けたようだな。若様夢中ですね。茶の道にはまると茶器も自分で焼くようになるって言いますけど、本当だったんですね。ああ、こうしてやってみるとなかなかに面白い。名人のような器は作れんが、自分なりのものができればそれで嬉しいものだ。
僕たちは若様の器好きですよ。はい、ぎこちないですけど温かな感じがしますから。ふん、まだまだだと言いたいのだろう。だが悪い気はしないな。王位をクオンに継承させてようやくのんびりと過ごせる。こうして趣味にも没頭できるというわけだ。お、これなどはいい感じだ。主将ベナウィか、どうだ、なかなかいい出来だと思わんか。正常がまた出奔なされました。あ、いい感じだったのに。今度は式神をお使いになりました。連れ戻すたびますます手が込んできています。お、完全に放心してしまっているようです。若様、お気を確かに。お、こうしてはおれん。ドリ、グラ、行くぞ。どこへ行かれるおつもりか。決まっている、クオンを追いかけるのだ。出ないと。これは早急に処理が必要な案件です。正常の代わりにご決裁いただきます。待て、王位をクオンに渡し隠居の身となった今、ようやく面倒ごとから、もとい、俺に姿勢の義務はないはずだ。あなただけは逃がしません。あ、若様。やはりそうきますか。クロ、ウイス。兵を集めなさい、山狩りです。主将を逃がしてはなりません。お嬢の方はいいんで。成功の術式から見て神様やアルル様が手引きしていると思われます。今から追っても間に合わないでしょう。さようで。それとクロ、ウイス。逃亡を手助けした件後で聞かせてもらいます。ウイス。行っちゃったね。うん、また寂しくなっちゃうね。うん。アルちゃん、何してるの？はい、これカメチーノ。この荷物って？考えてみたら私もカメチーノまだヤマトを見て回ってない。クーちゃんを追いかけるってこと？うん。でも見送ったのに追いかけたりしたら。追いかける？違う。え、でも今追いかけるって。偶然旅先の同じ場所で出くわすかもだけ。偶然同じ旅小屋、偶然同じ部屋。ああ、あるあるあるよね。同じお風呂にとか同じ寝床の中にとか、そんな偶然あるよね。ある。そうと決まればアルちゃん。うん、そうはさせませんぞ。ブート、嫌な予感が当たりましたな。今度という今度は行かせはしません。行く。ならば仕方ありますまい。皆の者、あれをやりますぞ。よいやさ、神指ヤーク封印返し。このために三日三晩寝ずに鍛錬したのだよ。その努力を正しくお使いくだされば、歴史に名を残す偉人にすらなれましょうに。そんなの興味ないし、めんどくさいからやだ。姫様。行く。あ、待って、アルちゃん。それじゃあムント、お姉様に行ってきますって言っといてね。ひ、姫様。やっとここまでこぎつけたか。ああ、
こうして目を閉じると走馬灯のように思い出す。まさに苦労の連続であった。帝都の隅にあったおかげで楼閣そのものは無事だったが、内装は目も当てられない状態だったからな。それをよくぞここまで。ごめんくださいませ。よろしいでしょうか。あ、いらっしゃいま。お招きくださいましてありがとうございます。フルトリー殿、どうか様、お久しぶりです。なぜあなたがここに。あら、いらっしゃい。お早いお月でしたね。お言葉に甘えて来てしまいました。カルラ、お前。お忍びで来ていただいたの。白楼閣再開初日、最初の客にふさわしい方ですわね。いつの間に話を通したのだ。副業とか言ってよくいなくなっていたが。あら、こう見えてもあなたの知らないところでちゃんと働いていますよ。面倒な仕事はこちらに全部押し付けたではないか。仕方がありませんわ。どうしても断れない案件でしたもの。相変わらず仲がおよろしいのですね。ええ、それはもう。立ち話もなんですわ。どうぞお上がりになって。ええ、喜んで。どうか、お客様ですわよ。そうだな、ようこそ白楼閣にお越しくださいました。しばしそちらでお待ちください。聖女、ご報告いたします。神前大使としていらしていたフミリル様が無事に九十里へ到着したそうです。式典の儀も滞りなく行われたとのこと。うむ、よきに計らえ。ご苦労様です。お下がりください。都の復興も順調に進んでいるらしく、近々諸国の代表を集めて式典を開く予定とのことだそうです。聖女。うむ、よきに計らえ。ねえ、姫殿下じゃなかった、聖女、また縮んでない？そうよね。昨日はなんかお召し物がはち切れそうなくらいムチムチで、ずいぶん成長したなって思ってたのに。しっ、あなたたち黙って働きなさい。よく眠れましたか？はい、おかげさまで。このふかふかなお布団がとっても気持ちよくて、もうぐっすりと寝てしまいました。それはホロロン町の抜け毛を使った羽毛布団なんです。この九十里自慢の品なんですよ。そうなのですか？こんなに心地が良いなんて。気に入っていただけたみたいで何よりです。はい、とっても。はあ、とってもいい気持ちです。あの、フミリル様。フミリル殿、起きておられるか。お兄様、おはようございます。ルティエ、来ていたのか。フミリル様に朝の挨拶をと。そういやお兄様はどうして。いや、そのだな、朝食の誘いに。いや、いや、我が国へ支援の品々をお届けいただいたお客人に不自由な思いはないかと思ってな。そうなんですね。とっても心地よく過ごしていただいているみたいです。いや、そうとは限らんぞ。国賓であるフミリル殿を歓待するのが我らの務め。粗相があってはこの九十里の恥となる。ならば一の王子であるこの屋島がフミリル殿が心地よく過ごせるかどうかを確かめるのが義務だろう。ほう。それでフミリル殿は。うん、
二度寝を。そうか。見とれてるわけではないぞ。本当だからな。もう、フミリル様、おはようございます。お兄様たち。って誰だ押したの。ちょっとけ、重い。おい、気色悪いも押し付けるな。ルル、いや、これはその。お前ら何をしている。それはこっちのセリフだ。兄者、抜けかけとは卑怯なり。そうだ、我らが協定を忘れたか。何を言うか。俺はただ王子としての務めを果たしに来たまで。やましいことは何もない。だったらそれは俺が。待て、俺に決まってるだろう。今こそ下克上だから。妙なの押し付けてるのは誰だ。あの、お兄様たち珍しいですね。いつもお城は窮屈だからと開拓へ行ってしまいますのに。もしかしてフミリル様に何か。何を言ってるんだ。そんなことないよ。お兄ちゃんを疑っちゃいけないな。騒がしいですわよ。お客人の部屋で何を騒いでますの。おはようございます、お姉様。おはよう、ルルティエ。それでこの集体は何かしら。何を見てるのかしらね。あ、いや、これはその。どうかしましたか。あら、ヤシュマ様。いや、結構なものを拝見し。あなたたち、川屋の掃除ね。なんで我らがそのようなことを。鼻の下を伸ばしていたことバラしますわよ。分かったなら早く行きなさい。まったく、どうしてうちの男どもはこうのバカが揃っているのかしらね。はい。ルルティエ、すみません、笑ってしまって。よくわかりませんが、よかったです。元気になったみたいで。はい。なんだかあの頃を思い出してしまって。あの頃？あの方はきっと戻ってきてくれる。そんな感じがするんです。あの時も戻ってきてくれました。だから今度もきっとそんな気がするんです。そう。はい。急がねえと夜が明けちまう。客が来る前に準備を終わらせるじゃん。この復興ケーキに乗らない手はないんだからよ。じゃんじゃん売ってがっぽり稼ぐじゃん。へい、頭、合点承知です。しかし、まあなんだよ、この姿にはまだ慣れねえな。弾がついてねえとどうにもスカスカして歩きづれえっていうか。にしてもなんでこうなっちまったじゃん。いきなり頭の中に願いを叶えてやるなんて声が聞こえてきて、思わず女装が似合うようになりてえなんて願ったら、まさか女になっちまうとか。お疲れ様、朝早くからすまないね。おう、
体の方はもう大丈夫なの？もう平気じゃんよ。あん時はちょっと腹が減って倒れてただけだしな。申し訳ないね。こうして店の手伝いまでしてもらって本当に助かるよ。寒くなると体の節々が痛んでね、力仕事が辛くなっちゃって。その上あの戦でせがれが亡くなった時はもう生きる希望も何もなくなってな。本当にね。お前さんと出会わなかったらこうして生きていられたかどうか。なんで俺様がこんなところでジジイババアの手伝いなんかは。だがあのまま放っとくわけにもいかなかったしろ。ったく、いいから年寄りは奥でおとなしくしてな。ここは俺らがやっておくさん。これこれ、年頃の娘さんがそんな言葉遣いしちゃいけないよ。そうですとも。せっかくのべっぴんさんがもったいない。べっぴん？あの子が生きてたらぜひお嫁に来てほしかったんだけどね。なんだったら見合いの席でも用意してあげようかね。まあそれはいいですね。冗談だろ。おい見たか、あの赤くなった頭。かれんだ。頭。あ、僕はここに真実の愛を見つけた。気のせいか。最近あいつらの視線が怖いじゃん。この辺りもようやく元通りになりましたね。しかし復興なら城を最優先するべきだったのでは。田畑や城下に人手を回し、肝心の城壁が穴だらけとは。稲葉の大橋に至っては渡し船を通すので手一杯。これでは国の威信に関わります。城下があっての城、人があっての城下です。あの方たちならきっとそういうに違いない。御意でございます。そこの女官、無礼であるぞ。大変失礼しました。ただ口にしたお言葉を借り物だと打ち明けられる器の大きさ、まさにオウロにふさわしいかと。良いのです、褒めてもらっているのですから。恐れ入ります。あなたは見慣れない顔ですね。はい、こちらには先日よりお仕えしております。よければ名を教えてもらえますか。エントゥアと申します。そうですか。エントゥア、この国の復興のためこれからも力を貸してください。ありがたきお言葉。聖女、那国より報告です。あちらも城の復旧は滞りなく進んでいるとのこと。うむ、よきに計らえ。はご苦労でした。お下がりください。もういいか。今日のお勤めは終わりだな。お疲れ様です、シノノンさん。おう、お疲れさんだ、シノノン。だがそいつを脱ぐのはもうちょっと周りに注意しねえとな。お、ダメなのか。よろしいではありませんか。公然の秘密になっておりますし。ああ、公然の秘密だな。やれやれ。ところで奥義、ノスリ姉ちゃんが帝都を出たらしいが、ついていかなくていいのかい？今回ばかりはそれは無粋というものですからね。可愛い子には旅をさせろと言いますし。それ弟の言うセリフじゃないんじゃない？シノノンさんは
ヒュールさんがいなくて寂しくありませんか？それは言わない約束だ。これもヒュールがいい男になる試練だからな。なーに、男を待つのも女の務めだ。まったく、いい女になってきたじゃない？ええ、本当に。では、シノノンさん、すみませんが、もう少しだけこのお役目お願いします。正常が留守にしている間だけですので。やれやれ、仕方がないな。まったくアンジュはお忍びの旅ばかりで困ったやつだ。何をしている？相手はたったの3人だ。さっさと切り捨てよ。ぐぬぬぬぬぬ。控え控え。ここにおわすをどなたと心得る？恐れ多くもヤマトが帝、アンジュ様にあらせられるぞ。この紋所が目に入らぬか。天使の御前である。一度姿がい控えおろう。復興のどさくさに紛れ、不当な年貢の取り立てで私腹を肥やす悪大官。たとえ天は欺けても、このアンジュの目はごまかせぬのじゃ。な、何をおっしゃる。私腹など。黙らっしゃい。その悪行、天はお見通しじゃ。死ねごと。ねえ、本物の帝がこんな田舎をうろうろしているものか。者ども、この帝は真っ赤な偽物だ。切り捨て。うわー。往生際の悪いものよの。ミカさん、ムネさん、懲らしめてやりなさい。よい。くりゃ。この世に悪の栄えた試しはないですぞ。まっこと、良いことをした後は爽快じゃの。朝廷より新たな役人を派遣するよう手配いたしました。うむ、いつもながら仕事が早いの。しかし、身分を隠して諸国を行脚するというのは良いものじゃな。今ならお父上の気持ちよくわかる。お父上も昔こうしてお忍びで諸国を回っていたのじゃぞ。それにな、こうして旅をしていればあやつを見つけられると思わぬか。あやつとは。知れたこと。世は信じておるのじゃ。あやつはこの大地のどこかで必ず生きておると。御意に。あれほどしぶとい男が、あの程度で死んだとは思えませぬ。そうじゃ、おしたるが。白が死ぬはずがないのじゃ。まったく、世にこんな思いをさせおって、見つけたらただでは置かぬぞ。聖女、次の目的地を一足先に調べてまいりました。これが詳細となります。うむ、ご苦労じゃった。あの、どうかしましたか？そういえばお父上が言っておったの。世直しの旅に必要なのは右と左の家臣、そしてうっかり。あ、うむ、揃っておるのじゃ。それではミカさん、ムネさん、参りましょうか。はっ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 は。あの、うっかりとは。そういえば聖女、少々お伺いしたいことがございます。ん、なんじゃ、申してみよ。この度取り調べと称し、小生の目を盗んで何やら出歩かれたようですが、
どこで何をなされていたかお聞かせ願いたい。何のことじゃ。うっかり。それとお着替えから出てきたこのサイコロ、どこで手に入れたのかを。いやそれは。お聞かせいただけますか。そして三日月殿、貴公も一緒だったはず。はて、わしは左近というしがない雨売りなんじゃがな、あのような男前と間違えられるとは光栄じゃが。ふん、どう。そこまでにしていただこう。さすがは宗近、よくぞ我が変装を見破った。大体貴様過保護が過ぎる。帝ともあろうお方が遊びの一つや二つを知らないでどうするか。おお、その通り。もっと言ってやるのじゃ。我らの役目は正常をお守りし、より良き王道へ導くこと、堕落させることでは決してないはず。それが固いと言っておるのだ。お二人ともやめてください。よいよい、喧嘩するほど仲が良いというではないか。ですが。さあ行きますぞ。三日月殿、この件はいずれ場を改めて。楽しみにしているぞ。お腹が。行ってきて。お疲れ様だね、アドゥイ。沖合で貿易船に悪さをしていたアッコポロルの討伐、守備よく終わらせたみたいだね。全然歯応えなかったえ。ポロポだけにふにゃふにゃえ。なあクラリン。ふぅ、ぷりぷりぷり。ははははは、そうかそうか。何はともあれ疲れただろう。宴の用意ができているよ。そうそう、アトゥイのために新しいお風呂も作ったよ。トト様、ごまかしても無駄ない。何のことかね。前から言ってたえ、この航海から帰ったらちょっと出かけてくるって。ね、いや、しかしだね、気持ちはわかるが、状況からして生きているとは到底。お兄さんは前にも一度死んだはずやのに、ちゃんと帰ってきたもん。きっと今度も戻ってくるに決まってる。今度こそ、今度こそうちはお兄さんと燃えるような恋をしてみせるんよ。なのになんで邪魔するの。いや、なんでと言われても。トト様、応援するって言ってくれたえ。いや、それはそうかもしれないが、トト様は娘の願いを聞いてくれへんのかい。うんに、それを言われると父親としては非常に辛いものがある、あるのだが。それはそれ、これはこれ。ここは我らの出番ですね。おお、駆けつけてくれたか、待っていたぞ。どうしてもというのなら、我ら四天王を倒してから行きたまえ。火、水、カップ。あ、アップ、いい。お嬢さんは何も本気で風くの。せめて名乗りを。トト様、みんな達者でな。ペヤ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 。お待たせやれ。さすがにあれは気の毒だと思うぞ。
七君、本気で泣いていたぞ。四天王の連中も。仕方ないよ、恋に犠牲はつきものやもん。ノスリハンこそ何も言わずに出てきてよかったのけ。元王様が復帰して、配下の人たちも帰ってきて、ノスリハンも発注賞になって、そのために今まで頑張ってたのに。確かにな。だが今はもっと優先すべきことができた。それだけだ。優先すべきこと？正常から白を探すようにとの命を受けた。ならば行く先は同じだろう。お前一人では心配だし、私も付き合ってやろう。ノスリハン、やっぱりノスリハンもお兄さんのこと好きなんやな。な、待て、なぜそうなる？違うのけ？何を言っているのかさっぱりわからん。悪は大切な仲間、それ以上でもそれ以下でもない。そうなのけ？そうなのだ。ならお兄さんをもらっちゃってもいいのけ？ああ、好きにしろ。うちがお兄さんとあんなことやこんなことする仲になっても文句ないのけ？な、あんなことやこんなこととはなんだ。そんな子作りに決まってる。こ好きな相手とは結ばれたいと思うのは当たり前やもん。あ、もしかしてノスリハン。バカにするな。私のようないい女をまるで生娘みたいに。生娘と違う。娘違うわ。私のような経験豊富ないい女が生娘なはずがないだろう。かけてもいい。それじゃ行こ。待て、信じてないな。私のようないい女、おい話を聞け。似合ってるわ。 ありがとうなのです。あの小さかった猫ねが晴れて電学士になるなんて、本当にこんなに立派になって。お城で書庫の管理を任せていただけることになったのです。これからは母様と一緒に暮らせるのです。ありがとうね猫ね。でも本当に良かったの？猫ねは前々から帝都で学ぶことを夢見ていたはずよ。いいのです、勉学はここでもできるですから。それにあの騒乱で帝都から逃れてきた民の中にも、この円仲向いが気に入って定住を希望する者が多いと聞くです。この国はもう以前のような辺境の小国ではないです。これからますます発展していくと思うですよ。だから私もここに残って、生まれ変わった故郷の姿を、帰ってきた兄様たちに、苦楽を共にした皆さんに見せてあげたいのです。そうね、それはきっとあの子たちも喜ぶと思うわ。はいです、兄様たちが帰ってくる場所はここなのですから。みんなお疲れさ。差し入れ持ってきたよ。お、ありがてえ。ちょうどいいや。みんな昇級していこうや。いっぱい食べてくれよ。と言っても団子くらいしかないけどね。いやいや、今はこれでも十分ごちそうだって。だな、もともと痩せた土地だったが、あの騒ぎですっかり荒れ果てちまったからな。やれやれ、元に戻るには何年かかるかね。
大丈夫。都は毎月干し肉やら果物やら食料を支給してくれるし、トゥスクルからも助けがある。ありがたいことだよ。ああ、まったくだ。人情がしみるね。あらあら、お久しぶりだね。泊まってくのかい？ああ、もちろん空いてるよ。遠慮なく泊まっていっておくれ。ただね、あいにくうちの村もあの騒ぎでご覧の通りのありさまでね。大したお構いはできないけど。え？手伝う？あ、そんな、いいよいいよ。お客さんにそんなことさせられないよ。そうかい？そこまで言うなら。鳥さん作れる？え、できるの？わあ、作って作って。あ、こっち来なよ。すごいんだよ。このお姉ちゃん、紙で何でも作っちゃうんだ。ほら、見て見て、鳥さん、そっくりだよね。ねえねえ、何か作ってもらったら？何がいい？ほら、お姉ちゃんに言いなよ。お花？うん、この辺のお花、雪でみんな枯れちゃったから、お父さんとお母さんのお墓に持ってってあげるの。そっか、お父さんとお母さん戦で死んじゃったんだよね。あ、ほら見て、お花だよ。お姉ちゃん、お花作ってくれたよ。早くお父さんとお母さんに持っていってあげなよ。うん。そうかい、あの子がね。やっぱりあんたに子守を頼んで正解だったよ。なのに晩酌にまで付き合ってもらっちゃって悪いね。面倒くさいかもしれないけどさ、少しだけ話し相手になってくれないかい？昼間のあの子、ほら、お花を作ってあげた子さ。あの子もね、戦で両親を亡くしたんだ。それで混乱してるんだろうね。急にお父さんとお母さんが帰ってきたとか言い出して、ふらふらと村を出てっちゃって、でもしばらく経ってひょっこり無事に帰ってきたんだよ。なんでも真城様が連れてきてくれたって。この村もきっと真城様が助けてくれるよってそんなこと言ってたね。ああ、真城様かい？この辺りのおとぎ話さ。何もかも失って嘆く人のところに、どこからともなく真っ白い人が現れて救いの手を差し伸べてくれるってね。まあ、こんなご時世だからね、そんなおとぎ話にだってすがりつきたくなるんだろうけど。そうだ、それより旅の話を聞かせてくれないかい？最近は往来がめっきり減っちまったからね。そんなことが。そうかい、天使様が。ありがたいね。おかみさん、寝ちゃったんだ。はあ、昼間ずっと働き詰めだったもの、無理ないか。まさか覚えててくれたなんて思わなかったな。ありがとう、ここでならハクに会えるかもしれないって。つい足を向けちゃったけど、真城様か。まさかね。
ヒーロー。起きろクオン、こんなところで寝たら風邪をひくぞ。まったく、寝るならちゃんと布団で寝ろと小言を言ってたのはそっちだろう。ほら冷えるからこれでも羽織っとけ。ハック、おいおい、なんだお化けでも見るような顔して。なんだはないよ、突然いなくなって。ねえ、今までどこにいたの？どうしてそばにいてくれなかったの？ずっと探してた、いっぱいいっぱい探してたかな、ハク。何を言ってるんだ、自分はずっといつもお前の隣にいただろうに。え、そっか、すまないな、寂しい思いをさせたか。うん、みんなもね、ハクに会いたがってた。アンジは帝になっても相変わらずあちこち飛び歩いてて、宗近も三日月もキュールも振り回されて大変みたい。アンジュのいない間はシノノンが身代わりをしてて、ちょっと無理があるけど、ヤクトワルトと王妃がうまくごまかしてるかな。ルルティオは国に戻ってハクから教わったことを広めるんだって張り切ってた。スミリルにはトゥスクルの親善大使をお願いしてる。いつもの調子でうまくやってるんじゃないかな。ノスリとワティを一緒に旅してるんだって。多分二人ともハクを探してるんだと思う。ネコネは念願の電学士になったよ。今もエンナカムイの家でハクの帰りを待ってる。みんなそれぞれの場所で頑張ってて、ヤマタは少しずつ復興してきてる。都だってまだ元通りとはいかないけど、だいぶあの頃の活気が戻ってきたかな。ハクが帰ってきたって知ったらみんな喜ぶよ。そうだ、一緒に白楼閣へ帰ろう。みんなにも声をかけて。ハク、どうして黙ってるの？眩しくて顔がよく見えないよ。もっとよく見せて、ハック。なんだろう、なんか変かな、体が動かないよ。ねえハック、お願い、もっとそばに、もっと近くに。ここは、そっか、私寝ちゃったん。あ、ハク、ハクはどこ？夢、ずいぶんと暖かい。もしかして、すっかり寝過ごしちゃった？ああ、おかみさん、おはようございます。ああ、クオンさん、おはようさん。あんて、それよりも、ちょっと来てごらんよ。え？いいから、ほら。雪が溶けて。ごらんよ、昨日まで一面の雪だったってのにこんなに。すごい。でもどうして急に？こんなこと初めてだよ。不思議なこともあるもんだね。そうそう、不思議なことといえばもう一つ、
薬草取りの洞窟がたたりの巣窟になって近寄れなかったんだけど、いつの間にかいなくなっててね。代わりに洞窟の中や周辺は苔や緑でいっぱいだって話だよ。どこに行っちまったのかね。案外真白様の噂も本当なのかもしれないね。ハク、みんなを救ったんだね、ハク。クオンさん、羽織物が落ちたけど。あ、すみません。これってハクの。ちょっと借りてくぞ。やっぱこれがないと手元が寂しくてな。そっか、やっぱり来てくれたんだ、ハク。やっと追いついた。今度はもう逃がさないかな。大丈夫ですか？ああ、少し足がもつれただけだ。あまり無理はしないでくださいね。心配性なのは相変わらずだね。心配してはいけませんか？いや、そんなことはない。みんな待っています。ずっとずっとずっと待っていました。ただいま、エルル。はい、おかえりなさい。ようやくこの手であの子を抱きしめてやることができるか。はい、やっと会いに行くことができます。あの男に感謝しなくてはならないね。え？待っている者がいるだろうと、皆に合わせてやる代償として力のすべてを奪われたよ。おかげで何の力も持たないただの人間に戻ってしまったかな。それって、ああ、私の身代わりとなったのだ。なのだが、くっちゃねの生活とか裏山けしからん。変わってやるから、お前は労働のあり方によ思い知れとな。そして座から蹴り出されてしまったよ。風が緑の香りだ。もう少しです、あなた。あ、帰ろう、エルル。皆のところへ。はい。